こんにちは、鈴木健三と申しますええーまあ、タイトルの通りでございます、えー、うちの飼い猫のまーちゃんが、えー、3月の15日に、えー、猫白血病のため亡くなりましたええーまあ、このどこれをね YouTube であげるべきなのかっていうところは悩んだんですけど飼い始める時も、あのー、YouTube であので 猫を飼いますっていう動画として最初報告あげてたので一番最初なんでまあ YouTube でやった方がいいのかなっていうところでももう1ヶ月経ってるんで <laughs> あのそんなねあの何ていうのしんみりした感じじゃなくてちょっと、まあ、猫白血病という病気だったので、うんまあ、同じような猫飼ってる人の参考になればって言っと変な話ですけどいいかなと思って、えー、動画を撮っております まあ一番最初、飼い始めた時から、うちのまーちゃんはですね、あのー、猫白血病を持っているっていう話をお医者さんからされてまして、なんでも長く生きれない、もうはっきり言われました、長く生きれないかもしれないっていうことを言われてたんで、ああ、そうかと思いながら、でもね、なんだかんだ全然そんな様子もなく、元気に、えー、してたんですけども、予防接種とかも受けて、 えーまあ、避妊手術もな去年の夏ぐらいにしてで買い続けていたんですけどもうんと3月の15日に亡くなったからでもねそんな3月のねマジで10日とか11日とかあたりからちょっとあたりに なななんか体調崩しててるじゃないけどおやつを残すようになって病院連れてったんですよ金曜日だったと思うんですけど病院連れてったら、えー、もう根っこ白血病を発症していますと、えー、なんでもうこれは多分手,をなんか手術とかではもうどうにもならないから一応抗生物質抗生剤みたいなの出すから、えー、それで様子を見ましょうっていう話をされましてでまあもうそうかしょうがないかと思って。 あのー、連れて帰って、一応、あの、エナジー、なんかね、チュールの、エナジードリンク、エナジードリンクじゃないけど、チュ、エナジーチュールってやつがあるんだよ <laughs>。もうなんか食事全部チュールで済ませれるみたいな、やつがあって、それを、とかを、とにかくチュールは食ってくれるから、チュールを大量に買ってきて、与え続けてたんですけども、15日、の、早朝に、 あのまあ、猫白血病なんでね、酸素が多分回らなくなるんですよね。鼻呼吸から口呼吸になりだして苦しみだして亡くなってしまいました。えー、で、うちは一応、でもね、まあ正直ね、俺全然10年ぐらい余裕で飼 <laughs> うつもりだったから、本当に何の兆候もなかったんですよ。これはなんか、だからな、ちょっと俺、うーん、もっと定期的に病院に連れてったりした方がよかった。 っていうことなんいあーなんかもっとできたんじゃないかなとかいろいろ考えてしまいますけれどもうちは一応そのだどこだったかコメント欄だったかで多分あの同じように猫白血病うちも猫白血病の子飼ってましたが、えー、10年十数年生きましたみたいな人が言ってたのがなんかヤギのミルク <laughs> とメニニャン。 っていう免疫をつけるみたいな粉のなんかあるんだけどこれをおやつに毎回混ぜて毎日あげてたんですけどヤギの牛乳はそうそう手に入らないからあの <laughs> まあたまに買ってあげてたんですけどまあそれで1年ちょっとは全然元気だったんですけどね突然だったのでうーんっていう感じですねなんでちょっとこれの何を参考にすればいいかわかんないけどねだからちょっと うーんまあ、でも最後は一緒に入れたので、よかったのかなと思います。ということで、あまあ、皆さん本当にですね、えー、たくさん皆さんにも可愛がっていただきました。本当にありがとうございました。あまあ、僕は一人になってしまいましたが <laughs> あ、頑張って生きていきたいと思いますので、皆さんもどうぞ、こうペットに限らず、家族大事に。 いいいいただければいいんじゃないかなかとあとね、すごいね、俺の周りの友達が、ペット飼ってた経験のある友達が、すごいみんな連絡くれて、ああ、優しい。<laughs> ありがたいな <laughs> と思いましたね。皆さんにも、そうです。皆さんも、えー、たくさん温かい言葉をかけていただいて、ほんと生前はたくさん可愛がっていただきまして、えー、本当にありがとうございました。えー、とか、皆さんもお体にお気をつけて、えー、元気にこれからもやっていっていただきたいと思います。ということで。 マー、まあ、ちゃん、亡くなってしまったよという、えー、ご報告でございました。本当にありがとうございました。